札幌中学校を経て、1900年12月、海軍兵学校を卒業し、1902年12月、海軍将尉任官。日露戦争では、第15艇隊付として出征し、日本海海戦では、常磐分隊長であった。砲術練習所で学んだ後、呉海兵団分隊長、筑波分隊長、渦木艦長、日清砲術長、 クレチンジュフ参謀などを経て、1911年5月、海軍大学校を主席で卒業した。イギリス駐在、カトリ法術長、軍令部参謀、軍令部第一班第一課部員などを歴任。第一次世界大戦では、第二特務艦隊参謀として、地中海に派遣され活動した。さらに、海大教官、霧島艦長、第二艦隊参謀長などを経て、 1924年12月、海軍少将に進級。軍令部参謀、第二班長を経て、霞ヶ浦海軍航空隊司令となり、将官という地位にありながら、操縦技術を習得し陣頭式を行った。なお当時の副長は、山本五十六である。1928年12月、海軍中将となり、海軍航空本部長などを歴任。 1931年12月、予備役に編入された。大海軍を思う、P336、漢方第5628号、序任及び、事例1902年4月12日。漢方第6142号、序任及び、事例1903年12月21日。漢方第6494号、序任及び、 事例1905年2月25日、官報第8021号、ジ任ニー及び、事例1910年3月23日、官報第1674号、ジ任ニー及び、事例1918年3月5日。ありがとうございます。